グッドフォースリー今井です。今回もデザイナーインタビューマヌーの伊藤拓也さんに話を伺っていきます。伊藤さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の、EC サイトグッドフォースリーでは10年以上大切にできるアイテムっていうのを紹介してるんですけども、この視聴者の方からマヌーのカバンについてメンテナンスはどうしたらいいんですかって質問があったんですよ。アフターケアについてちょっとお話を聞いてもいいですか？はい。まず私も一番お客様から質問があるのが、汚れを落とす、どうしたらいいかっていう、お話があります。で、特にカバンの角だとか、こういう小物だったらこう手で持ってるところとかが少し黒く汚れてくるんですけど、ここの場合はこういう角の汚れみたいなのはまずは簡単な汚れだと水だけで落ちるので、こういうどちらかというとこれはこう柔らかい歯ブラシなんですが、それを水につけていただいて、軽く、本当に軽く当ててこするとちょっと水が泡立ってきますから、それを布で拭いていただくと汚れが取ります。要はこのシワの中にも汚れが溜まってたりするので、それを取ることで、そのブラシをかけることで中がの汚れも浮き出してくるので、それをまず拭き取るっていうことですね。で、この柔らかい、これはもう実際の柔らかい歯ブラシなんですけど、柔らかい方がいいってことは、新しいうちはこれ少しコーティングがかかっていて色落ちもしないんですけど、あんまり強くこするとそのコーティングが取れてしまいますので、あんまり強く押さない方がいいっていうことですね。で、あとこういう市販のレザーのクリームがありますから、このクリームは汚れ落とし兼保湿剤みたいなのが入っているので、ちょっとしつこい汚れはこれでやっていただくと汚れも落ちるし、その後の保湿クリームの役目もありますから、方法としてはその2つの方法があります。あと、もう15年目を迎えたので、初期の頃に購入された方が、例えば時をとうとうのパイピングの皮が切れてしまったり、裏地が汚れたので裏地を交換してほしいとかっていう、そういうご依頼がこのアトリエに来ています。このモデルはその修理前のモデルなんですけど、こういうふうなところがこう切れてしまって、このパイピングをこうぐるりで変えたり交換したり、またこのハンドルのところのパイピングもこうぐるりでこう交換したり、することが可能です。また内側のその裏地に、よくあるのはインクをこぼしてしまったとか、中でジュースをこぼしてしまったとかっていうのを、我慢して使ってたんだけど、それも修理し交換ができないかっていうご相談もよく受けます。それも裏地を総特化することも可能ですので、でもそこそこ費用がかかるので、一度そういうご要望がある方はアトリエに、相談してみてください。一応現物を見させていただいて大体の見積もりをお伝えするって進めることにしています。ありがとうございます。でもそのぐらいあれですよね、長く使ってもらえるっていうのはブランドにとっては嬉しいことですね。そうですね、もう10年以上使ってくると、今お見せした黒はそんなにはこう皮がよれてくるぐらいなんですけど、薄い色だとかなりハンドル周りが黒く汚れてたりもするので、その分だけ皮を張り替えたり、新しいもうパイピングにはなるんですけど、修理した時にはちょっと目立つかもしれないけど、使ってるうちにだんだん慣れてくるし、それよりもそのもうボロボロっていうかトロトロになってるのに、それをまだ使いたいっていうふうに最初に思ってた
言葉なんですけど、その相棒になるみたいな、あのこれが持ってると気分がいいとか、これ持ってないとあのなんか自分らしくないみたいな感じがお客様の話から聞けるので、あのそれがとてもあの修理を受けてて、嬉しいことでもありますね。相棒って言葉出ましたけど、やっぱり長く大切にするっていうのは、まあ、革製品ならではというか、革製品だとやっぱその人が使ってた痕跡っていうのがそこに残るので、そういうのをあのですよね、修理出してもらって、あこういうふうに使ってくれてるんだとか、そうですね、癖が分かったりするとか、そうですね、だからその人なりのものになってるので、それがもう綺麗とかその汚れてるとかっていうことよりも、あの その人の生活だったりファッションだったりする中にこう馴染んでいるので、それがなんかこう、とても嬉しいですね。はい、素敵な話いろいろありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日ね、最後にまた一つ商品を紹介していただきたいんですけど、はい、あのこのちょっと変わった形してるのが、あの名前はスタマックショルダーって言います。要はまあ胃袋みたいな形なので、そういう言い方をしてます。でこれはあのスタマックショルダーのスモールって言って、ちっちゃい方 あのサイズになります。これももうそうだな、それでも初期の頃なんで、やっぱり14年先週みたいな感じになると思います。で、まあ、使い方は基本的に、こうやって、まあ、肩に背負ってもらう、もしくは斜め掛け、してもらうと、ちょうど背中から前に回した時にここがちょうどいい、まあ、小銭入れみたいなポケットになります。で右利き左利きがあるので、あの左側にも同じようなポケットをつけてます。でこれでなんか皆さん喜んでるのは、あのメインファスナーがあのここのファスナーになるんですが、これが背負ってるとちょうど背中に隠れちゃうので、あの、まあ、皆さんヨーロッパに旅行に行かれた方は経験あると思うんですけど、あの電車とかバスに乗ってると、カバンの中に手を突っ込んでくる人もいるので、メインファスナーがこう体に隠れてしまうっていうことがいいって言ってくれるお客さんもおられます。まあ、使い方としてはもう一つはこういう形で肩にかけたり手で持ったりするような、このサイズだったらこういう使い方をされてる方もおりますので、それはもう皆さんで楽しんでいただければと思います。でこの革 あの特性っていうか、あの柔らかいのにこうある程度こうしっかりしてる、それとその手で触った時の、少しカリッとしてるっていうか、こう乾いた感じっていうのが、この形を使ってると楽しめる、まあ、手でも触ることにもありますから、そういうアイテムでもあります。まあ、ちょっと変わった形なので、最初はとっつきにくいかもしれませんが、あの、まあ、使ってるととてもなんか愛着のある、カバンになって、あのなんかその人なりの雰囲気になるんじゃないかなと自分では思ってます。いやこれもマヌーらしいというか、ちょっと他には見ない、でも多分持ってる分にはシンプルに不思議に見える。そうですね、はい、このシリーズってあの金具もこのブランドはちょっと独特な形で個性的なんですけど、ちょっとそれ金具についてちょっと紹介してもらってもいいですか。はい、まあそのまあ、オリジナルで作ってるのがこの引き手だとかバックルだとか、あのこのコインになるんですけどそのオリジナルの金具に関しては真鍮で、
作っています。その黒に関しては黒に焼いて塗装しているものもあるんですが、基本的にはこの真鍮ゴールドっていうか鈍く光るこの真鍮のゴールドを合わせるようにしています。で、鉄の、こう合成の中で真鍮っていうのは少し柔らかくて、しかも表面が完全にきれいにならないというか、ブツブツ状で上がってきます。これは泥の型で起こしているので、それをまあ磨いてツルツルにするんですが、完全に磨ききらないで少し表面が残すように、まずは仕上げています。それとこの引き手は枝引き手とか、これ枝バックルって呼んでるんですが、まあ、全然枝みたいな形じゃないんですが、昔見たディズニーの映画で、子供の魔法使いが枝を持ってあのカボチャを馬車にしなさいっていうシーンがあったんですが、その時にその下手くそなもんだから枝が曲がっちゃって終わっちゃった子がいたので、そうだ枝を曲げてみたいなと思って、枝を曲げると必ず折れちゃうので真鍮でそれを表現してみました。このバックルもこう枝をこう曲げていって作ったみたいなイメージです。でここのコインは昔見た貴族のおしゃれな王子様が狩猟に行く時のツイードのコートのボタンを、薬莢の一番底のところの蓋を加工してボタンを作ったっていう話を聞いたことがあったので、ああそのなんていうかな廃物利用みたいな感じで素敵だなと思って、こういう真鍮のコインをこれは全部旋盤で削り出して一個一個作っています。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、ちょっとね今回3回に分けていろいろお話を伺ってきて、僕も聞いたことがある話もあったし、初めてねちょっと聞いた話もあったんですけど、非常に面白かったですし、このデザイナーさんがどうやって物を作っていくか、ちょっとこのマヌーっていうブランドの不思議な感じが見てる方に伝わればいいなと思いました。今回ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。